あんた達は一体そのマントの色嘘キュキュー沈黙ルシ君身と通信不能バカな一体何が起きているんだスザククリスタルの完全解放を確認各地で魔法反応68地点にルシスザクのルシが現れました204部隊208部隊 王信途絶総員、撤収準備スザクにいる全部隊に緊急通達現時刻をもって状況終了撤退を開始しろ撤退だ早くしろ本部へ状況救急位置を伝達しろ。作戦は北の夜明けに移る。はっ ここに来て覆されるとはな。作戦開始からわずか6時間。赤のマントをまとったアギト候補生、クラスゼロの活躍により、スザク奪還作戦は電撃的成功を収めた。そして彼らはこの作戦を機に、歴史の表舞台に立つこととなる。